Thank you.
ありがとうございます。続きまして、ユーミアット6のコピーです。よろしくお願いします。僕はこのロックに入る前からほとんどずっとなんか音楽は好きでしたけど、洋楽ばっかりで、まあ今もあんまり変わってなくて、ほとんど洋楽しか聴かないんですけど、そのロック他の軽音に入るっていうのも新刊の時に結構考えて、なんかいろいろいろんな軽音団体の他のサークルとかの新刊とか行ったりとかして、いろいろ話は聞いたんですけど、なんか どれもなんかちょっと自分の感じじゃないなみたいなで思っとって、3つ目くらいに喋ったのがそのロックの先輩で、なんか好きなバンド書いてみたいに言われて書いたら、みんなめっちゃ盛り上がって、それでちょっと音楽の初めて それまでなんか自分の好きな音楽の話をこうできる人ってほとんどそれまでいなくて、まあ、一人で普通になんか好きな曲聴いてるだけみたいだったんですけど、ロックの新刊で初めて自分の好きな音楽と同じ音楽を好きな人と会って、なんかいろいろ喋れてめっちゃ楽しくて、まあ、それでロックに入ろうって決めたんですけど、なんか今日これ見てくれてる新入生のみんなの中に、まあ、洋楽好きな人がおらんかったら別に聞き流してくれたんですけど洋楽好きやけどなんか洋楽一緒に やれるような人おらんなとか、そう思ってなんか一人でちょっとこう聴いてるみたいな子がもしおったら、ぜひロックには入ってほしいし、まあ洋楽好きじゃなくてっていう人も全然大歓迎ではあるんですけど、特になんか僕みたいな人が入ってくれたらなんか嬉しいし、こう大学生活ですごい楽しくいい思い出を作れるんじゃないかなと思ってるんで、まあそういう方はぜひという感じです。ありがとうございます。じゃあ次で、ちょっと短いですけど次で最後の曲になります。ありがとうございました。